皆さんこんばんはもいけんちょーです今週も皆さんと一緒に未来につながる話を伺っていきたいと思いますさてまずは番組のお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね千葉県のラジオネームたったかたーさんからもぎさんこんばんは僕は今英語を勉強してますが挫折しそうです頑張って勉強してますが自分に負けそうですもぎさんは英語が堪能ですがどうやって勉強されたのですか良い勉強法ってありますか うーんまあ、堪能って言ってもね、まあだけど今でも僕、勉強してますよ、今でも英語ってやっぱり学習曲線の上昇期にあると思ってるんでね、だからね、これね、続けるしかないんです、基本的に、英語ってやっぱり毎日毎日続けるしかないんですけど、今日ね、実は外国語をどう勉強するかってことについて、非常に素晴らしいゲストの方をお呼びしてるんです、紹介する前にちょっとお話しいただきますかね、こんにちはこんにちは。 どうでした今年の夏はいやー戻り梅雨だと思いきや、うん、突然また暑さが一生懸命やってきまして、僕もちょっと、ここまで暑いと、大変です。戻りつゆとか、このゲスト、どこの人だと思いますか、<laughs> まさかアメリカの人なんて思わないですよね、ここまで日本語が上手いと。<laughs> 今夜お迎えしたお客様は、ですねこのほど、君が歌になるでデビューしたアメリカ人。 の歌手のニコラスエドワーズさんです。よろしくお願いします。お願いいたします。アメリカ人ですか。アメリカ人ですよ。てか、あの、僕はスタジオで、今目の前にいるんで。アメリカ人だとわかるんですけど。日本語うますぎません。あ、いやいや、しゅ。突然。当然英語モードになりましたけど、あの、本物の英語の発音なんですが。実はニコラスさんはですね、テレビで放送された。のど自慢ザワードで。 日本の歌がうまい外国人として注目され、まあ、ずっと日本のインディーズシーンで、ね、歌手としての活動を続けたんですが今年ついにメジャーデビューを果たしたという素晴らしい方なんですね。えー、ニコラスさんはアメリカのオレゴン州出身の21歳ということで、はい、日本語、本当うまいんですけどす日本に来て何年なんですか ちょうど六月で三、えー、年で。嘘でしょ。はい。いや本当です。嘘でしょ。Really, really, really. <laughs> really, really ってあの <laughs> 英語はなんかずっと上手いってことはわかるんですけど本当にマジか。<laughs> ありがとうございます。そもそも日本語どうやって勉強したんですか。好きなんですね。日本語日本の言葉というか。そうなんですか。あの手元の資料によりますと、隣のトトロ、東京物語、一員 <laughs>、はい、の侍、ここら辺、はい、日本映画好きだ。 いうことですし日本の食べ物もヌルヌルしたものオクラ納豆モズクが好きっていう情報があるんですが日本ななんんででお好きすか本当にきっかけは高校に入学しまして単位制なんですね向こうの高校というのが。で第2外国語をみんな勉強しなきゃいけないんですけど3年間僕の高校はフランス語ドイツ語スペイン語日本語だったんですね。僕は日本語にしたんですけど あのなんとなくその単位をちゃんと取って卒業しようという気持ちで始めたんですけど <laughs> だちょっとちょっとだって高校の時って何歳ですか ?14 です向こうで14歳で日本語を取り始めて、はい、で好きになっちゃった、はい、そうなんですでもそれが今21ってことは7年しか経ってないんですけど7年七年も経ってんですねいやいやいや7年しか経ってないんですけど <laughs> はいであの交換留学生として日本に来たそうです 正確には交換留学のプログラムではないんですけど、はい、僕の地元ってヒルスボロシっていうオレゴンのヒルスボロシっていうところなんですが、はい、そこが静岡県の袋井市という町と姉妹都市でしてその14歳の時になんとなく勉強し始めていたぐらいの頃に、はい、静岡から留学生を一人うちに迎えたんですねはい、はい、でその時に歌とか聴かせていただいてその日本の j p o p という歌を聴かせていただいたり <laughs> それからすごい。 好きでで僕も高校二年生と三年生の間の夏休みをじゃあプログラムではないんですけど単独で静岡で留学させていただきましたその時にどれがいたんですか <laughs> その時は三ヶ月弱ですですよね、はい、で本格的に日本に来たのが何年前でしたか3年前です、はい、なんか変ですよね <laughs> あの日本人でよく高校の時に三ヶ月くらいアメリカ行って <laughs> それからアメリカに行ってから三年ぐらい経ってる人っている はい、とするじゃないですか、はい、その人が今二十一だとするじゃないですか、はい、英語こんなに喋れないですよ <laughs> 本当ですか <laughs> だってさっきから聞いてるとなんか日本人が喋ってるのと区別がつかないですからね <laughs> ありがとうございますまあなるべくこう違和感を覚えさせないようにと思いまして <laughs> <laughs> 実はねあのー ニック・コラスさんはものすごくファンがたくさんいらして今回ねツイッターで、はいあの「ニックさんに聞きたいことありませんか?」って募集したんですねはい、た,たくさん来まして本当で,すかでねそのうちの一つが面白くて、はい、日本人でも難しい日本語検定1級、はい、1> を取ってるんですか、はい、えっと日本語能力試験というんですけどこれ日本人でも難しいっていうふうに言われてるみたいなんですがそうですね目の前で <laughs> あの下の段で受けてた方が田中さんでしたね <laughs> 日日本本人人もも受受けけますするんですね、はい、でこれやっぱりニックは語学のの天才な,のかないやいや全然あのああ好きなんですね歌,歌も好きですしはい、はい、映画も好きですし、はい、文化も好きで,、はい、で言葉の響きも言葉のこう文法とかそういったものも単にこう好きだったのでもう趣味としてもう <laughs> でもね英語好きだけどあんまり上達しない人もたくさんいるんで。はい

具体的な欲が出てくるんですけどその前にもう日本の歌を聴いていたり<ー>日本の映画を見ていたりはい、はい、ドラマ見ていたり、ええ、そうしているうちにこう、まあ、字幕を追ってる時代ももちろんあったんですけどそれがこういつの間にか字幕を読んでるんじゃなくてちゃんとその人のニュアンスまでその深読みできるぐらい日本語をしゃべれる理解できるようになりたいって。ちょっとと感動しまますす <laughs> ありがとうございます しかしそれでここまで来るってのすごいことじゃないですか <laughs> 影響を受けたアー人って誰ですかっていう質問も来てるんですけど、はい、誰なんですか小袋さんやっぱり J-POP はかなり効いてるんですねそうですね小袋どういうところがやっぱりその歌詞の内容はいご自身でも書かれているのではい、はい、自分をこうさらけ出して歌われていることにすごい憧れているというか尊敬していますね自分をさらけ出して本当に深いところありますね <laughs> すごいねね <laughs> ニック、ね、<laughs> さてあの <laughs> 千葉県のラジオネームたったかたさんから頂い,いたご質問なんですけども、はい、英語勉強してるんだけどもなかなか挫折しそうになっちゃってどうしたら英語堪能になれるんだろうかっていうご質問なんですけどねどうですか、はい、まあ僕としては、はい、やっぱり私生活というか、はい、自分の趣味を、うん。 英語でやってみ僕はま歌がずっと好きでした,たで。で日本語を勉強し始めて日本語で歌を歌うことによって僕はすごくあの勉強していられたというか勉強しなきゃという感覚でもなく勉強するって感覚でもなく自然にこの自分の私生活の中でその日本語っていうものを加えてもう自分の趣味好きなものを日本語で堪能するっていう。 まあ勉強法ではないんですけど、要はこう自然に上達していけるとは思いますね。あのニックはね、J-POP すごく詳しいけど、アメリカにいるときはどうやってその情報は手に入れたんですか？ネット社会に生まれた。ネットで,で。ネットでもちろんあの調べていたり、あと地元に上島屋という上 <laughs> 島屋上島屋というあの、はい、日本用品屋さんみたいなお店があったんですね。その中に小さな木の国屋 ががあったたんんででですすそこ CD えね輸入品としてでもねこのオレゴン州なんでしたっけヒルズボロヒルズボロって、はい、そんなの大きな町じゃないんです全然 <laughs> あの僕が実際、うん、ヒルズボロ市に生まれたんですけど、はい、フードさんっていう山があるんですねポートにはい、はい、こう、まあ、日本人がオレゴンに行くとよくオレゴンの富士とかって言ってたりするんですけどその山のこうベースぐらいにいる牧場なんですね え牧牧場場にいたの <laughs>、はい、実家が牧場なんですね <laughs> だったら周りあんまり日本 <laughs> 日本人というか誰,い、ね、誰もいないですアメリカ人もいないです <laughs> あ日本人のところかアメリカ人もいない <laughs> アメリカ人もいないなですでもあの学校通ってたのが昼過ごロシでしてあそっか昼過ごろからさらに田舎に住んでたんだそうなんですええー、それでよくね、はい、そうですね <laughs> でもネットがあるからその気になったら <laughs> <laughs> そうですねネットでしたりあとはポートランド市っていうそこそこ大きな町があるので、はい、そこまで車で1時間電車で1時間ぐらいだったのではい、はい、そこに行って宇和島屋があったり日本食屋さんがあったりいやでもなんとなく想像できますけどかすかな手がかりというか <laughs> まあ今東京に来たらこれだけもう情報溢れてますけど <laughs> そのポートランドの宇和島屋さんの日本の情報って、はい、すごく小さなもんだったと思うんですけど。 それでも何、ね、だろうやりたいという気持ちがすごく大きかったので喋りう偉いわだからこの立った方さんも逆に言うと今日本は英語の情報を手に出ようと思ったらいくらでも手に入るしねそうですね趣味が何かってことですよねまあそうですね趣味がもちろん音楽でしたらそれを英語で楽しんだりすることもありだと思いますし それがまあ野球とかスポーツでしたらそれをこう英語で楽しんっ例えば大リーグの中継見たりとかそうですねその字幕とか要は吹き替えに頼らないでそれをこう直接できっとそのスポーツに関しては外来語とかも多いと思うのでそういったところにちゃんと耳を澄ましてこうでどんどん理解していくうちにもっともっともっと理解したくなっちゃうんですよきっとそれでいつの間にかもう勉強じゃなくて自分の人間の一文になってると思うんですね 名言出ました。自分の一部になるという。<laughs> はい、例えば、たったかさんの場合で言えば、英語が自分の一部になる。はい。で、ニックの場合で言うと、日本語がもう。自分の一部になってるっていう,う。もう日本語を外しちゃったら、自分に結構大きなこうスペースが残っちゃうような。状態なんですよ。かっこいいな。日本語外したらね、自分の中に。結構大きなスペースができるという。<laughs> はい。やっぱでもね、嬉しいなと思うのは。 ニックがそうやってあの活動してくれてることで日本語も豊かになってる気がする。ありがとうございます。日本語を外すと自分の中に大きなスペースができるっていうのはやっぱりなんかちょっと英語で育った人の発想もちょっと入ってる気がするんですよ。<laughs> あその言いました。言いました。いし <laughs> だけど逆にだから日本語と聞いても新鮮だし感動してしまいました。素晴らしい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ファンの方からもその日本語 のうまさんについてのご質問っていっぱい来てるんですけども。<はい S 1> <laughs> 日本語を喋れるようになって、考え方とか感じ方が変わったことってありますかっていう質問も来てたんですが<あ>。す全然違いますね。違う。結構僕日本語喋り始めたぐらいの頃は、すごい英語の自分と日本語の自分にギャップがあったんですね。<はい S 2> なんか。人格こそは変わらないんですけど、その物事の捉え方というか。が違って。が随分違ったというか,はいはいか。 でそれって多分外国語を勉強される方誰でもこう経験したことあると思うんですけど、はい、結局英語を喋ることって当たり前じゃないですかあの、はい、母国語なので、はいはい、その意味でその当たり前であることであっさりしてるというかそこまで深く考えていない部分もあると思うんですね。うんうん、で日本語は全部自らこう得ようと思わないと入ってこないものじゃないですかまあ誰でもその外国語に関してはそうだと思うんですけどでその中ですごい真面目というかあの。 深く考えることが多かったんです、ねうんうん、日本語でこう物事を捉えていると。でまあこう勉強して自分も日本語で考えるようになったり、はい、日々の会話でこう苦労することがなくなってきた頃ぐらいにすごい一緒になってきたんですねすねごくいいバランスというかアメリカ人のあっさりしすぎてたところと日本語の自分のこう考えすぎてる部分がこうまい具合に合体してくれたので僕はすごく日本語 を勉強して日本語の言葉を知っていくことにおいてすごく自分の感性も豊かにしてくださったとも思いますしすごくいろんなことに気づくことができて生き方とか人間とかそういった自分とはどういう人なのかみたいなところよくわかるようになったんですねいやーなるほどねあのたった方さんいかがですかたた。か英語の人格ができるぐらい英語勉強したらちょっとなんかねまた違った自分が見えてくるかもしれないしそうです、ね、いろいろこうひらめいてくると思うんですねうん、うん 今言いましたね「ひらめいてくる」っていうこれもファンからのツイッターのタレコミで <laughs>、はい、好きな感じがひらめくという感じだという、はい、好好ききなんですか大好きですすか大どういういところが好きなんですかこれもまた不思議な話ですけど、はいはい、ちょっとこの仕事に関して悩んでいたりする、はい、まあ一夜があったんですね、はい、寝れなくて早朝お散歩に行ったんですね、うん、暗い中、はい、でたまたまお寺を通ってあの早朝のお寺ってどうなんだろうって思って入ってみたんですね、うん 門の前に立ってその結果としてはその自分が頑張っていてめげず追いかけてきた夢を追い続けるしかないっていうこうまあひらめきみたいなものがあったんですねでその帰りの電車でたまたま携帯で「ひらめき」って言ったんですねでそこで人が「門の前に立つ」って書くじゃないですかあその朝の自分と同じだったんだそうなんですよでこうやって昔の人ってこういうふうにその門の前に立って ひらめいたことによって、この漢字を作ったんだなと思って、すごい感動したんです。すごーい。<laughs> いや、漢字って本当に長い長い歴史があるんですけど。はい、その長い歴史を持つ漢字と、ニックの人生の大事なあるひと時が。共鳴したっていうか、重なっちゃったんだね、はい。すごくもう、もう泣きそうになっちゃって。それはすごいわ。美しいなとすごく思いましたね。言われるまで、門の中に人だって。 あんんまり深く考えてなかっったたそれを言ったんだねやっぱりだから母国語って日本語とかだとあんまり深く考えないのかもしれないそ,その母国語だと当たり前になっちゃうのでそそ、うん、そうううかそうかか結局僕も日本語を勉強することによって英語も深く考えるようになったところもありますしいやーニックすごい <laughs> 先生と呼んでください <laughs> いえいえいやいやいや全然やめてください <laughs> というわけでニコラス・エドワーズ先生に。<laughs> <laughs> えー、いろいろなことを教わっているのですがそろそろお時間が来てしまいましたけどもニコラス・エドワーズさんにはまた来週もぜひお越しいただきお話の続きを伺いたいと思いまますす、はいはい、来週もよよろろししししくくおお願願いいいたします。